はい、速稼塾の久保です。まあスーパーやコンビニに行ってレジを通った際にね、袋いりますかっていうふうに聞かれると思うんですよ。で、私はいつもねマイバッグを持って、あのコストコのでっかいあの袋持っていくんで全く困らないんですよ。袋はありますからねっていうふうにお答えするんですけどね。でもやっぱりね、ちょっと寄ったコンビニでうっかりね手ぶらで、まあ、降りてしまったとか、ちょっとトイレを借りるつもりでトイレを借りにコンビニに寄って手ぶらで行くのもね、まあ愛想がないなと思うんで、まあガムの1個でも買おうかなとかね、ジュースの1個でもパンの1個でもと思って買うと、やっぱりね、袋いりますかって聞かれるんですよね。まあそれはもう聞かれてしょうがないんですけども、ただやっぱりね面倒ですね、袋がどうこうっていうのは。で、袋が1個ね3円とか5円とか、まあばらついて金額するんですけども、はっきり言って3円とか5円でしたらもうね、どうでもいいからつけてくれって感じなんですよ、私は。で、袋って3円とか5円で買って無駄にならないと思うんですよね。結構生ゴミ捨てるのに役に立ったり、他の時にねゴミ袋っていうのは非常に、あのビニール袋サミットバッグっていうらしいんですけども、非常に使いやすいんですよ。まあですんで3円5円払う価値はあると思うのと同時に、まあね、あの100円ショップとか行っても袋って結構売ってますんで、それを買ってあの車に忍ばしたりね、バッグの中にちょっと入れといたりとか私はあるんですよね。で、そう考えるといろいろと慣れていくんだろうなと思うんですよ、こういうことに。ただね、やっぱりね、今までずっと袋が当たり前についていた習慣に私たち慣れていましたんで、なんかね、そのゴミ袋有料化っていうのは余計なことしてくれたなと思うんですよ。やっぱり民間のやってることにね、民間がちゃんと民間同士民民でうまいことをやってるのに、まあ、あの政府がね口を出すことではないかなと思うんですよ。ただやっぱり今回の小泉環境大臣ですか、この方のこのね号令っていうのは根深くいろんな意味で心の中に残るでしょうね。というふうにね、ちょっと愚痴を申し上げた後に記事の方を読んでみたいと思います。はい、じゃあ返します。買い物かご持ち帰り急増、レジ袋有料化で被害相次ぎスーパー悲鳴ということですね。まあスーパーマーケットって普段からものすごく、大変な労働をされてるわけですよ。で、お客さんにはね理不尽な要求出されますし、ここぞとばかりにね、知識をひけらかして言いくるめてくる、そういった悪質なクレーマーさんもいらっしゃるんですよね。お店としてはね、毅然とした態度を取るのと同時に、どこまでもお客様主導で、やっぱりね、お客様神様精神でやっていきますんで、従業員さんのストレスってのは計り知れないと思うんですけどね。やっぱ店長ぐらいになるとね、ちょっとしたチェーン店の店長ぐらいになると、かなりね、お客さんの対応ってすごく上手なんですよね。お客様を尊重しながら、立てながら、ピシャリと お店の立場をね、しっかりと表明すると。これはね、私思うに店長さんって移動があるからなのかなと思うんですよ。偏見だったらすみませんけども。でも従業員さん、パートさんっていうのは大部分の方はその店舗でずっと勤めるわけですから、あの一回ね、お客さんとトラブった、地域のお客さんとトラブった問題ってずっと引きずるんですよね。まあ、店長がそこまで無責任なことを考えてると思いませんけども、でもやっぱりね、温度差生まれてくるのかなと思います。どちらにしても私たちはスーパーで働いてくださる方が、ね、いないとね、もうね食うに困るわけですよ。ですんで、やっぱりユーザーとしては、そのお店を使ってる側としては、当然ですけどもね、万引きとかは絶対ダメですし、スーパーが最大限ね、地域のためにしてくれてることを理解して、それに合わせてね、本当に家族や友達のようにスーパーってのに向き合っていければなと思うわけですよ。小売店もそうですしね、全ての店舗ってのは地域のために貢献してくれてますから、私たちがね、本当に感謝してもしきれないぐらいの問題だと思うんですよね。まああんまりお店に負担かけないようにっていうのが、元スーパーで働いていた私の切なる気持ちでございます。本当にスーパーの皆さんっていうのは身を粉にして朝干し夜干し働いてくれてますからね。じゃあ記事の方にもう一回戻りましょうか。今回何が起きたかっていうとね、7月のレジ袋有料化により新たな迷惑行為が発生したということなんですよ。あのお店のカゴをそのまんま持って帰ろうとしたりね、でこれお客様、このカゴはうちのですよ、返してくださいみたいなね、この当たり前のトラブルが起きてきたりとかね、駐車場まで買い物カゴのままお持ち出す客が急増ということで、これも迷惑ですよね。それからあれですよね、袋詰めするカウンターがあるじゃないですか。あそこでね、サッカー台っていうんですけども、あそこで、なんですかね、水が落ちないようにビニール袋がトイレットペーパーみたいにぐるぐる巻きになってる、あれロールがありますよね。だからね、買い物袋の3円5円を惜しんで、でマイバッグを忘れたくせにね、
あのビニール袋、トイレットペーパーのロールみたいなのをぐる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 ね出して、その袋に詰め込もうとする人もいるんですよ。あのやっぱりね、考えてもらいたいんですけども、スーパーに負担をかければスーパーの経費が上がる、そしてスーパーは安売りができなくなるんですよ。結局はお客さんが勝手にやったことって、身勝手にやったことってお客さんの負担に跳ね返ってくるんですよ。それを考えたら、なるべく店舗に負担がないように、店舗の経費が優しくなるように、お客さんの方を協力することによって、その店っていうのはディスカウントがね、継続的に健全に進むんですよ。ですからやっぱり共存共栄なんですよね、お客さんとお店っていうのは。私たちはお店がないと本当に生活に困りますし、出費が増えるわけですよ。お店としてはお客さんにね、協力していただいたら、その分だけ恩返しができるんで、本当にね、いわゆるウィンウィンになるわけなんですよね。こういうふうな精神でやっていければなと私は思うんですけどね。まあその他にもね、スーパーっていうのはいろんな問題があります。その問題は全てとは言いませんけども、お客さんとお店側、従業員さんの間で起きてます。そしてね、解決方法としては、自分が相手の立場だったらどうするかなってことをいつも考えておくことだと思うんですよ。それによってスーパーが健全になり、お客様が健全になり、地域が健全になるんじゃないかなと思います。全ては自分の身から出たことなんじゃないかなと思うんですよね。で、本当に腹が立つスーパーがあるとしたら、そこを利用しなければいいだけなんでね、別に毒づいたり、口論を吹っかけて論破したぜみたいにね、勝ったふりしなくてもいいと思うんですよ。自分の好きなスーパーを大切にする、それだけでいいんじゃないかなと思いますけども、皆さんどうお考えでしょうか。それでは本日は以上です。